はい、それでは始めていきましょう。トラ吉チャンネル、今日はサカツクやっていきたいと思います。ということで、皆さん現在絶賛やってきております、スーパースターフェスレジェンズというね、ユベントス染めの、レジェンド選手3人が追加されているガチャ、今回はねこちらを追加で50連してですね、合計100連まではね、しっかり引いていこうというふうに思っておりますので、よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。さあ、ということでガチャ画面にやってきました。皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。僕はガチャを引いて生活をしております。ということで、今回は60連目から100連目の合計50連引いていくというところになるわけですけども、特別獲得枠がステップ6いきなりありますね。そしてステップ10であるということになっておりますので、まあこちら大いにね、特別獲得枠利用させていただいて、本日もたくさんね星5選手引いていきたいなというふうに思っております。では前半50連の、でどれぐらいね星5選手引けたか見ていきましょう。はい、こちらの画面になります。少し分かりづらいですけども、前半50連では6名星5選手を引かせてもらいました。そのうちユベントスのレジェンド選手っていうのはデルピエロ選手2枚のみというところになってしまいました。まあもちろん一番欲しい選手だったんで嬉しいんですけどね、4枚はちょっと残念ながらね、この真ん中の4枚はですね、ユベントス選手外してしまったというところですから、今回ぜひともねまだまだ出ていない選手を引いていきたいところです。さあ、今回のレジェンドガチャの方はですね、まあ300連引くつもりは個人的にはないので、まあまずねインザーギとザンブロッタを1枚ずつは少なくとも引きたいというのが目標。まあこの100連以内にそれが達成できたとしても100連まではね、引こうかなというふうには思ってるんですけども、そこまでにねちょっと出てくれないと、その後出るまで引くよっていうパターンになってしまいますので、まあまあ動画的にはね皆さん楽しみにしていただけるかなと思いますけども、個人的にはここでなんとか終わりたいというふうに思っておりますんで、まあこの50連の間にどちらか1枚引ければ、あとは100連でね手に入れれる好きな選手1人獲得できるよっていうチケットでもう1人は獲得できるので、まずはなんとかそこまでやっていきたいなというふうに思っております。では、いやーコメントでですね、まあ半分冗談だと思うんですけどもね、選手がポーズを取った瞬間に引きに行くと星5選手が出るよっていうね、コメントいただいたので、ぜひ真に受けてね、いやそういうことすぐ真に受けるんで、皆さんご情報はぜひね、やめていただければなと思いますけども、ステップ6、10枠目で特別獲得枠星5確率 50% がありますので、ここでぜひ2枚引きぐらいね、しておきたいところです。今日はね目標は50連で8枚、50連で星5選手8枚が目標ですので、頑張っていきたいと思います。では行きましょう。お願いします。あ、ポーズ取ってる？あ、ポーズ取ってない気がする。ごめんなさい。さあ行こう。さあ、とにかく星5確率 10% ガンガン引いてほしいところですが、ちょっと星3、2枚連続スタートは、3枚連続スタートは精神的にきつい。4枚連続か？あ、4枚目は星4でしたね。いやいや、星4で喜んでちゃ、来たー！来ましたね。これは？これはまさかインザーギか。引いたね。オッケー！インザーギは1枚目です。ありがとうございます。ジョーカー持ち。これはありがたいですね。よしよし。これで100連で終われるわ、今回で。よかったー。あっさりでしたね、案外。なんとなく来ましたね。オッケーオッケー。いやー、もう1枚重ねよう。8枚が目標だから、星5。星5、8枚が目標。いやー、最終枠ぐらいまで来ちゃったな。特別獲得枠、星5確率 50%! 来い！OK！ あなたは誰？あなた絶対にユベントスじゃないよね。はい、ジョレンテ。特集ですよね。センターフォワードがメインですけども、右ミッドフィルダーも、できるよという選手になっております。ありがとうございます。はい、インザーギはもちろん分かってますね。ありがたいんですけど、ジョレンテ選手がどういう枠か。お、バーストロングシュート持ちですから、これはありがたく、なんて言うんでしょうね。スキル要因になってもらおうかなというふうに思います。いきなりの2枚引きはありがたかったですね。今回星5確率このガチャ 10% なんですけども、まあ、残念ながらね狙いのユベントス選手以外にも、星5選手がラインナップされておりますので、まあ、なんとかその中でねユベントス選手10分の3をですね引きたいなというところですから、今のインザーギ選手は非常に嬉しかったですね。あとはどんどんデルピエロ、インザーギ、ザンブロッタの誰かを重ねてほしいというところでございます。では
本日の20連目特別獲得枠はありません。合計の70連目いきましょう。じゃあ今度はちゃんとデリピエロがなんだリフティングしてポーズ取った瞬間に、はいはいはい、はい、今はい今今で合ってるのか分からんけど今じゃじゃんと、本当だろうな完全に半信半疑ですけどね。まあまあまあちょっと星3はやめとこう。さあ来い星4、残念。さあガンガン行こう。さあ来い、これは無印からの星4。いや早くねユベントス染めのチームをある程度完成させてどれぐらいの総合値になるのかっていうのは見てみたいですよね。あ星4が続いてるけど、いやーピッチー、さあ来たドドーン。これは誰だろうな、インスパイアフィード、うん、でも特殊スキルを持ってるみたいで、ありがたいですね。これは前も出た選手かな。あタグリアフィコ、これは2枚目ぐらいかな今回ね。あの貴重な選手なんですけどもね、アルゼンチン染めの中ではね、うん、でもあのスキル要因にありがたくなってもらおうと思います。いやだいぶ余裕出てきたな、1枚出たからねインザーギが。でももっと出てほしいな。はい残念ながら今回はユベントス選手を引けませんでしたね、20連目はね。まあでもここまで星5選手3枚出てますので目標の8枚、うん、ありえるんじゃないかなというところまで来ました。さあではね本日の30連目、合計の80連目いきましょう。黒ビブスが10枚手に入るよというところですね。じゃあ今度はインザーギのポーズのところでいきますかね。インザーギジジ臭いな顔、よっと、はいよ、ポーズ中、ポーズ中。今良かったんじゃない？タイミング的には。お願いします。さて、どんどん重ねてほしいところですけどもね。もうガチャ引きすぎて喋ることないんですけど。お、来た！来たね、無印からの、ポストイット3枚の、完全なるインザーギ。インザーギ2枚目。オッケー、オッケー。全然嬉しい。ありがとうございます。ザンブロッタもまず実力で1枚引きたいな、できればザンブロッタ実力で引いたら大満足の100連になるんだけどな。これは違うな。マノラス実力で引きたい。ラドゥーさあ来い。いやーこれも星4はいっぱい来てるな。まだまだ来い、まだもうちょい。おペイン選手、これ初かもな、2枚目ぐらいかな。アメリカ人選手がね、急に今回から登場しだしましたね。さあ、終わっちゃうかな。さあ、来い！いやー、星4、これで終わりかな。いやー、星4はたくさん来たけども、しかもペイン選手も初じゃなかった。いや、インザーギ嬉しい。どうもです。さあ、ここまで30連で、星5、4枚なんで、いやー目標はちょっと厳しくなってきてしまいましたけども、まだあと20連あるというところで、いやーちょっとザンブロッタ実力で1枚引きたいし、できればデルピエロもインザーギももう1枚ずつぐらいは引きたいです。ぜひね、頑張ってもらいましょう。ということでステップ9、特別獲得枠はありません。いきましょう。本日の40連目合計の90連目です。さあ来い、星5確率 10% ヨベティッチ。さあ来い。いや星4続き、流れは悪くないけどね。ああ曲は止まったけど星4、頼む。いやー完全なる無印星さん、頼むぞ。いやーちょっとゼロはきつい。星5確率 10% でゼロはきついよ。 10% だからよく来るよってやつでしょ。頼む。わあ、きつくなってきた。ここで確率落としたくない。うわあ、やっちまったぜ。いや、でも考えてみたら、今初めてポーズのこと気にしてなかったかも。今初めてポーズのこと気にしてなかった可能性がある。さあ、ということでね、もう本日の目標ね、届かないことは分かったんですけども、ステップ10まで来ました。ここが素晴らしいのは、まあ、まずは限界突破練習がですね、どの段階でも使えるのが一つ手に入るということ、そして特別獲得枠が 100% ですね、が10枠目でありながら、通算ボーナスも手に入るということで、まあ、ここで実質2枚は確定しているので、さらに通常枠で引いてきたら熱い結果になるかなと。
いやー、ザンブロッタ絶対引きたいから、実力で1回は。ザンブロッタのポーズとともに、本日の50連目、合計の100連目となります。お願いします。頼む、通常枠。ザンブロッタ。ザンブロッタじゃない。ちょっと待って、エンギャパンドゥアンブ、ちょ、締まりが悪いね。エンギャパンドゥアンブ、オッケーオッケー。さあ来い。どうした無印、欲しいよ。イングレーゼ、いやー気持ちよく星5確定の演出が来てないしばらく。うーわー、 10% に嫌われてる。頼むよ。いやいやいや、全然気持ち悪い、最悪。うわ、10枠目だろこれ。うわ、しかも無印で誰かわからない特別獲得枠。うわ、ここでユベントしてなかったらめっちゃへこむな最後。来い、頼む、お願いしやす、インザーギー。オッケーオッケー、いいでしょう。ありがとうございます。さあ、ということで、チケットの画面にね、こういう風になるんですけども、100連以上引くとね、今回、100連引いて、ユベントスレジェンド選手は全部で5枚ということになりました。つまり、確率としまして 5% か、まあ悪い確率じゃないですね。よく出てくれた。しかも本日は50連でインザーギ3枚っていう、なかなかすごいことになりました。その他、ジョレンテ1枚、ね、そして、シューバが2枚、タグリアフィコが2枚、マイケル・キンが1枚ということで、合計は11枚か、引くことができました。まあ、かもなく不可もなくですね、最後、特別獲得枠 100% があったことを考えると、この11枚は、まあ、実質、星5確率 10% 通りだったかなという気がします。さあ、ではこのチケットは誰に使うかというところですけども、まあザンブロッタですね。ザンブロッタに使うしかありません。オッケー。まあちょっとここは100連以上引きたくないので、これでね、なんとか強化に当たりましょう。はい、ではトップ画面に戻ってまいりました。ユベントスレジェンドガチャ、100連ここまで引いてきました。内容いかがだったでしょうか。まあ一応ですね、選択チケットでね、最後ザンブロッタ1枚手に入れまして、3社ともね、自分の手元に置くことができました。ありがとうございます。100連引いても出ない時は出ないですからね。今思い出してみたらね、カフーロベカルの時とかね、全然来なかった記憶もあるんで、まあそれ考えるとね、よく出てくれたかなと思います。さあ、あとはね、この3人を加えてユベントス染めチームがどのように完成していくか、またね、その辺もしっかり動画にしていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。今日のガチャの動画内容ですね、良かったよって方はぜひ高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、まだまだゴールデンウィーク続いていきます。皆さんも、サカツク楽しんでやっていただければ何よりだなと思いますので、また動画の内容等ですね、ご意見がある方はよかったらコメント等もよろしくお願いします。では今日はここまでにします。失礼します。